ジオーバニーガ・ジェゴスは、メキシコ合衆国ソノラ州、カヘメグン・オブレゴン市出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のセントルイスカージナルス所属。2012年国際フリーエージェントで、ヤンキースと契約して、プロ入り。同年は、ルーキーリーグでプレー。2012から2013年ウィンターリーグのヤキスで、オブレゴンでもプレー。 以降15から16年までオブレゴンには毎年所属している。2013年 A-9、スタテンアイランドヤンキースに昇格。2014年 A 級チャールストンリバードックスに昇格。シーズン途中に先発から9円に起用が変更された。2015年 A 級タンパイヤンキースに昇格。シーズン途中には AA 級、トレントンサンダー及びトリプル a 級。 スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースに昇格。2016年は AA 級トレントンとトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリでプレーオフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠した。2017年第4回 WBC メキシコ代表メンバーに選出され参加。シーズンでは5月12日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは16試合に登板して0勝1敗、防御率4.87、22奪三振を記録した。2018年7月29日に、ルーク・ボイト及びインターナショナルボーナスプールとのトレードで、チェイスン・シュリーブと共にセントルイス・カージナルスへ移籍した。この年は2球団合計で6試合に登板して、防御率3.97、12奪三振を記録した。 2019年4月11日のロサンゼルスドジャース戦で1と1、3回を投げメジャー初勝利を挙げた。14日には母国メキシコのモンテレーで開催された公式戦で家族が球場内で見守る中で外戦当番を果たした。15日にオプションでメンフィスに降格したが翌日再びメジャーに昇格し以降は マイナー広格はなかった。レギュラーシーズンでは66登板で74回を投げ93奪三振3勝2敗防御率2.31を残した。オーバースローから平均球速94マイルパワーのフォーシームを中心に平均83マイルパワーのスライダー平均84マイルパーワーのチェンジアップで投球を組み立てる。 マイナーでは予し休律が2前後と優れている。ありがとうございます。